喋りたいよそうですよね、恋愛の話したいな。したいよな、うん、あっち閉めます。あ、うん、ごめんごめん。いろいろあるんだよな、本当に。いろいろこのさ、本当に3ヶ月、4ヶ月いろいろありすぎてからにも意味がわからない、はい、やばいやばい。セブンブリッジ始まります。この始まります。1時から生放送です。いきます。午後1時セブンブリッジ始まりました。お相手はあゆちゃま、姉さん山内さんがお送りいたします。この番組は、宜野湾市普天間デーゴ通りにある、ヒルズ通りにある、セレクトショップセブンブリッジでつながった仲良しメンバーがグッドアフタヌーンなお時間を1時間生放送でお届けいたします。そして、昼からノンアルコールで乾杯、フリートークのコーナー、平均年齢30歳で恋愛について語るラブ R30 のコーナー、メッセージの宛先は、メール797@fmginowan.com。797@fmginowan.com。件名に番組名のセブンブリッジ、あなたのラジオネームをお忘れなく。また動画配信アプリ、ツイキャス、ユーストリームからもお楽しみいただけます。皆様のご参加お待ちしております。セブンブリッジ、この番組は、宜野湾市ヒルズ通りにあるセレクトショップセブンブリッジ。北谷町美浜スポーツストレッチングスペシャリティ 3S 沖縄店、総合建設業株式会社上進組の提供でお送りいたします、はい、ということで、そうですね、はい、姉さんたどり着いたね。ねえ、うん、よかったよかった、ギリギリ間に合いそうです。また姉さん大丈夫かなと思いましたね。大丈夫、なんかピースしてますけど、ね、やる気満々だねあ、水飲んでからね、が水飲んでからね、はいはいはい、じゃあ今日は私、うん、あゆと姉さんと山内さん3人でお届けしますので、はい、お楽しみください。久々ですね。久々ですね。この感じ。この感じ、うん。姉さん久しぶりだよね。姉さん久しぶり。1ヶ月ぐらいじゃない。毎週来てるよ。毎週来てる。あ、心は？心は通った。心は通ってはいる。ヒルズ通り通ってはいる。姉さん本当ご無沙汰で。どうもどうも、こんにちは。ご無沙汰で。こんにちは。はい、セッティングどうぞ。はい、じゃあ。音楽行ってる間に姉さん、ね、セッティングしましょうね。セッティング、またラブ R30 のコーナーのテーマもまだ決まってないので、そうちょっとあの決めながらね、うん、はい、曲いきたいと思います。じゃあ姉さんの曲、はい、まずはお届けします。トニー・ブラックストーン&ベビーフェイスで The D ワールド。この D は何の D でしょう。何の D？ 何もわからんけど D ワード。ワードか。パラビとかやば。間違えた。火曜日来るって言ってたのにこの間来るんだよ。あ、そうだから誘ってたんですけど。寝てたわけ。あの子供寝かしてから行こうと思ったら。寝てしまったって言ってた。死ぬね。あ、そっか。逆に仕事させて。ラブ R30 何しましょう。姉さんもう男あのめんのいいねいっぱいいるけど周りに知らないいいのいいね、めんどくさいって俺よく言われるから。マジ、うん、あ、めんどくさい、あ、それよくない、めんどくさい。誰に言われるの。いや普通に、うん、めんどくさい、めんどくさい、友達にも言われる。女無事にめんどくさいよ。電話してる途中にビシッと切り渡しめんどくさいでしょ。めんどくさい、逆にめんどくさいって切ってる方じゃない。そう違う、そしたらなんか構ってほしいばとか言うさ、うん、切ってからまたかけてくるとでも思ってるばとかかけてきてるやしとか言いたいよね。いや、やっぱしかけてきてるやしみたいな。私行きますよね。あ、なんていうの、男女の喧嘩、喧嘩もいいんじゃない、たまには。喧嘩するのがいいってこと。あ、うん、したくない。喧嘩したくない。喧嘩したい人いないじゃないですか。まあね、もう極力したくない。だからもうこっちが我慢すればいいってなって、ストレス溜まってガーって爆発する溜
大変だな。なんで言わないの、一応は。言わない。言わない。姉さん言いそうじゃない。言う。その場で言う、姉さん。その場で言う。男女問わず。あれにも。おいしい。おいしいは食べて食べて食べてですよ。おいしいがでしょ、それは。うん、おいしいは食べないはず。そうなんだ。おいしい。また今回出張飲みすぎてから大変なことになっていったよ。アイシューね。ああ、パイナップル。あ、見た。見た。動画見た。見た。何で見た。あ、なんかフェイスブック。パップジェルも載ってたの。載ってたよ。嘘だよ。本当。あの人がやってたよ、名前出して、あさみさん、あさみさん、不正のものにも載ってた。うん、あさみさん、あさみさんと多分つながってるんだ。あ、じゃあよかった。うん、はじゃあ全体公開になってるわけじゃん、自分のものに載せんかったわけ。分からん、私の動画見た方がいいよ、あさみさん。何の動画何の動画姉さんの動画姉さんの動画。また、日本橋人形町、人形町で大丈夫、携帯割ってないですか。何したの。もうよくわからんことが起きてて、全然よくわからんくて、これいいですか、ちょっと。あ、これ歌ね。歌？ちゃ、何で見たのか。あ、これじゃないか。ありがとうございます。姉さんすごいな。このあれは誰なの？あ、取引先のドミンゴっていうブランドの取引先の担当の方です。巻き込むっていうね。いいね、楽しそう。怖いよね。どんな動画かなって。ペナッポアポペンですよ。ペナパポアポペン。でもヤバくはないですよ。ね、ヤバくはない、ね。ヤバくはない。またやってるっていうね。それもフェイスブックでなんか全体公開っていう。これちょっとヤバいよね。姉さんはでもこんな感じっぽいよね。うん、うん、え、そんなことやりそうにもないんじゃない。予想やりそうにもない。予想ないっていうか、あ、終わるかも。終わる、ね、はい、そのまま。はい、帰る。あ、私タイトルわかんないです。じゃあ俺帰ろう。はい、お願いします。お送りしたのはトニー・ブラックストン&ベビーフェイスでザ・ D ワードでした。デイワールド、デイワールド、沖縄のザ・おじさんとかさ、デイとかですね。ゼイって言うよ、ディゼイ、ゼディゼイ、イエとか言うよね。イエビ、イエビよ、イエビ、イエビ、フジエイと、イエビ、フジエビ、フジエビ。チャラくない AKB ハンさん、ほー、山内さん、あゆお姉さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは、んぽ。今日テーマなん、めんどくさい、めんどくさい、めんどくさい男、めんどくさい女。そんな不自然なこと言わないで、言わないよねって喧嘩にしましょう。え、喧嘩、喧嘩、喧嘩ね、オッケー。あ、喧嘩、さっきもね、喧嘩ね、オッケーオッケーオッケー。喧嘩したの。じゃあフリートークはあれね、姉さんのあの話する、救急車の。救急車の話、うん、いいですよ。どうなったの。やばかった。救急車だけど、お願い。ラジオの日に、ああいう後からね、ラジオって言って、うん、後からラジオって言って、後からねって言ってから、はい、10分、5分とかないうちだった、はい、今日ラジオ行けない、吐いてるって言ってから、うん、よかったですね、なんともなくて。そう、よかった。同級生に見られたっていうのがね。ちゃんじゃ、ちゃんじゃ、ちゃんじゃ、ほんとちゃんじゃでした。ちゃんじゃし、あの女子組の社長とご飯食べに行ったわけさ。そしたらうなぎ食べに、そしたらこその人がこれ俺食べないから食べていいよって出されたわけ、うん、ちゃんじゃって辛いさ、うん、辛くない、なんか塩漬けされたのだったわけさ。あれキモね、わからん。あ、今日預かってきてます、ありがとうございます。じゃなくて AKB の花、あゆー遅れたけど大丈夫、おめでとう、ありがとう。あ、そっか。
ったー、ね、38になって38ってどんだけのすなんですか、はい、今ごめんなさいごめんなさいじゃない、待って待って、本気リアルな感じになるからやめてくださいごめんなさいです。いきますよ。あー、お酒が抜けないぜ。いくよ、うん、昼からチアーズ。はい、昼からチアーズのコーナーです。午後も元気出してテンション上げてこうということで、お昼からノンアルコールで乾杯しながら世間話、心境報告など楽しくお話しするフリートークのコーナーです。はい、はい、姉さん久しぶり。そう、久しぶり。なんかいろいろあったみたいですね。そうですね、うん、またまた救急車の話、救急車の話まあ先週も話したんですよ。そう、ちょっと流れをね、はいはい、そうそうそう、ちょっと外していいですかね。どうぞどうぞ。外していいですよ。耳が痛くて、耳が痛くて、アンテナがパンパンして、アンテナが、あ、アンテナがね、耳アンテナ、耳アンテナすごいね、これピアスが、これ、うん、ゴージャス、ゴージャス、ゴージャス、1億円のピアスです。マジで、はい、すげえなもうセブンブリッジに売ってます1億円で1億円で天然石ですよね。天然石、天然石のピアス、セブンブリッジに売ってますので。なるほど、はい、ぜひ、コメント来てます。ゆいちょうさん、皆さんこんにちは。山内さん、昼から美人と密室で羨ましいなーって来てますね。はい、羨ましいだろう。どうなんですか実際のところ。羨ましい、あ、なんですか、羨ましいと思ってます。自分で、いや、そうでもないですよ。自分で羨ましいと思わないわ僕がこの1時間どんだけこう気を回してるか2人の面倒見ないといけないですからね。話がどんどんずれていくから、そうです、あの、戻さないって、戻さないといけないっていうね、う仕事がありますからね。山内さん綺麗バカだよみたいな顔してますけど綺麗顔の人さん、姉さん初めて まともに見ました。綺麗ってありがとうございます。ほら姉さん綺麗なんですよ、ま、そうで、いつも隠れてるから ね、うん、ねえ、どこで待ち合わせします。ダメ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 ですよ。ラジオクラブとかない？あ、それはまた別でやりましょうよ。あ、じゃあ救急車の話します。救急車の話どうなったんですか、うん、あの、これ最初から話、そうですね、します、うん、朝、うん、あゆちゃまに電話して、はい、まあ、いろいろ話したんですよ。はいはいはい、いろんな話を、じゃあ今日ラジオでねっていう話して、うん、そう、1時間ぐらい電話してた、うん、1時間ぐらい話してて、もうお腹痛いってばーとか言いながら、うん、そう、1時間も電話、うん、そう、お腹痛いから始まったんですよ、うん、電話の内容が、うん、大丈夫ですかって言ったから、うん、それでも何回かあるんですよね、うん、トイレでね、トイレで、あの、トイレ電話2人2人でトイレ入りながらトイレ電話とか出ないとか言って、そうそう、ずっと1時間もトイレに座ってるいや、それはないですけどね。それで、うん、とりあえず後でね、うん、っていう話して、うん、して5分経たなかったよね多分ね、うん、今日ラジオ行けないってなって、うんうんうん、なんでですかってから、うん、履いてるってなって、うん、その時もゲロゲロ、うん、へえ、して、うん、お家今から行きますよって言ってから、うん、来てくれて、うん、で、まあ、そこで履いて、履いてる時って、うん、こんなされたくないじゃないですか、うん、あ、分かんない、もう最近履いたこと、こんな正直はいいよやらないでって一回言ったわけ、うん、2回目履くとかまたこっち来ていや心配だからでしょ、そうそうそうして病院行きましょうとか言うわけ、うんうん、行けないとか、胃がなんかもう張り裂けそうに痛いわけ、うん、多分あんな痛いの見てるの初めてじゃない、うん、うなってたわけ私、うん、ベッドで、あっちのベッド行ってうなり、こっちのベッド行ってうなり、うん、お家うろうろしながらうなってたわけ、うん、そしたらじゃあもう救急車呼ぶってなって、うん、なんか電話したら救急車に、うん、救急車ですとか言うわけテンパってるわけ、なんかテンパるよそりゃ、でしょ、怖い、なんかどんな感じか分からんから、でもテンパってもね、救急車呼んで救急車ですとは言わない救急車ですって言ったらはっ、でごめんだけど笑ってしまったわけ、言ってるわ、それから救急車が来て、うん、だから下から下からとか言ってるわけ、なんか電話で、うん、下から胃が痛いって言ってますって言ってから胃が痛いって、胃の痛み
お腹痛いって言ってますみたいな、うん、下から下からとか言ってるわけ下からも上からもだったじゃない。じゃあお腹痛いっていうか、じゃあ胃が痛いって言って、胃が痛いって言ってってから、うんうん、お腹痛いってテンパってるな、うんうん、あもう来て、で救急車が来て、うん、救急車乗せられて、うん、救急車でももうゲロゲロ、うん、収まったんですよ。病院行ってからあった一回、うん、あって、うん、でもずっと痛いの。痛い、もう何て言うの、吐くとかじゃなくても胃が今回痛くて、私去年も、うん、あのもずく食べて、うん、石垣行って石垣から買ってきたもずくを、うん、自分で塩抜きして、うんうん、こう生もずく、うん、で3杯ずつ食ってから食べて、うん、でこのワイ氏とあの息子は、はい、食べなかったわけ、はい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 、一口食べて、うんって、お前の味付けが美味しくないから食べないとじゃあやっぱりちょっと分かったんじゃない、敷いてる感じで、で、で、敷いてないで、うん、そのもずくを私は一人で全部食べたわけ、うん、あ美味しかったんですよ、うん、本当に、うん、したら1日半ぐらい経った後かな、うん、歯磨きしてる時に急に来て、うん、でこの時にまたこの去年の話なんですけど、うん、吐くのが止まらないんですよ。計11回入ってるんです、救急車降りるまでの間に。怖い。あ、その時も救急車呼んだんだ。で最初、早く病院行くよって、 Y 氏が、うん、病院行くよって準備しろ早くって言うわけ、うん、立てないって言ったわけ、うん、立ってから吐きに行ってから、いや死ぬすよ立てるだろって言われて厳しいな Y 氏は立てるだろってさ、救急車呼んでってお願いしても、うん、いやじちらやこんな救急車乗らんけって言われてから、うん、救急車呼んでって言って、うん、4番と吐くよとか言って呼んでもらって、うんうんうん、でも動けないからずっとこんなしてるわけ、うん、うなってからまたこれはもう吐くのがきつくて、うん、隊員が来て、うん、名前何ですか、生年月日はとか聞くわけ、うんうん、お願いだから袋ちょうだい、苦しい、もう聞かないでって言ったなと、無理、うん、無理って喋りきれないのに喋ろうとするから、うん、しても冷や汗かいて、うん、意識朦朧として、怖い、あれは今回よりやばくて、去年は、あ、そうなんだ、脱水、あ、本当に高速点滴って、もう ここが全部冷たくなる、分かる、あ、分かります、分かります、高速点滴されてから、うんうん、って勝手に言ってるだけですけど、高速点滴っていう言い方をしてる、あ、そういうこと、そうなんだ、あると思ってた、ね、して今回は入って病院行って、今回は病院行って治った、点滴して、うん、でたまたま小学校の時の幼馴染がまた特集会で外科医やってる人がいて、名前ね見てから、うん、開けて、やっぱりなって去年もじゃなかったとか言われたわけ、うん、そうで来ててから来てて、うん、なんか入院してから帰ったらいいさみたいな、うん、別に手配するよみたいな、うん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 、だからうん、もう点滴流したら帰りたいみたいな、うん、うんうん、もう泊まらせてくださいって言ったしたらね、痛いけど痛み止めをちょっと打ってくれなかったんだよね、うん、点滴に入れてくれなくて、たまたま同級生が、うん、この痛みは俺も分かるから、うんうんうん、痛み止めやろうねって、うん、ね、よかったね、そうそうそう、本当は頭が良くなる薬が良かったんだけどな次に行きましょう、何を言ってんだかでもまたね、そのお医者さんが、同級生のお医者さんがいい感じのイケメンさんだったんですよ、うん、なんかお医者さんっぽくない、サーフィンする、うんうん、波乗りいいですね、ドクター、うんうん、そしたらじゃあ独身かなと思ったら、うん、結婚してたからもう、あ、違う独身だったら私が狙ってる、あ、そういうことか、あ、そういうことかそれ回ってこないまでね、こっちまでね、ちょっと顔が可愛いからって何言ってるんですかそしたからもう私帰ろうねって言ってから、うん、じゃあ姉さん気分悪いのに私横でずっと喋り続けてるんですよなんかマシンガントークのように、いや眠れんはずと思ってから、うん、帰ろうねってから、あゆちょっとだけ仮眠しようねって言ったら自分帰りますよとか言いよ、いといてみたいなじゃあどっちか分からんさ、行ってから邪魔になるか、うん、ゆっくり、ね、でも本当についててくれてからさ、ね、よかったね、ラジオはすっぽかしたけど、いやいやいいっすよ、次から山内さん呼ぶよ、あ、ぜひじゃあ私がミキサーやるっていう、そうそうそう誰が喋るかね、誰が喋るかな大変でしたね、でも、うんうん、本当にちゃんじゃだったんですか、それね、先週ちょっと話題に出たんですよ、うん、ちゃんじゃで当たるかっていう、しかないし男当たらんし、どうしようあ、違う、何の話や
チャンジュゴの男には当たってません。大丈夫です。茶そばと、うん、茶そばなんかだなさそうよね。茶そばとうなぎと、うん、これしか食べてないわけさ。うなぎじゃない。うなぎはでは当たるの聞いたことないって言われた。うなぎ聞いたことない。あ、そっか。ちゃんじゃ、やっぱり生ものちゃんじゃかな。ちゃんじゃか。ね。ちくしょう。ちゃんちゃんみたいな感じで。どうしよう。二人が今ボケおったな、同時に。どっちを拾うか、ちょっと。参ったな。はいはい、給料館の人、当たり方間違ったかって来てますよ。当たり方間違った。で、入院もしたんですか。 しなかったですよ。もうすぐ帰って王子様が迎えに来てくるって。ちっちゃい王子様が、実際王子様がね、うん、待ってるから帰らない。私カーリーフライ送ってもらった。姉さんが気分悪い時に待ってる時で、私は横で、うん、ちっちゃいおじさんって言うののことなんだけど。あ、何カーリーフライ送ってもらったの。え、誰なの知ったら。え、なんか見えない人がいたの。見えない人がいたんだ、伝わる。あ、当たらせた人の話ね。ちゃ、当たらせた人の話。そうそう、当たらせた人の話。それだからあんまり言わない方がいいんでしょ。うん、全然大丈夫、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 大丈夫。あ、そうなの。そう、だからなんか食べるって言うから、うん、カリフライ気分悪いって言ってるそばで食べてたって。なんか食べてたね。カリフライ食べてました。じゃ、怖いさ、水飲んでも吐きそうなるし、うん、ね、うん、生ものあんまり食べない方がいいですね。生ものはね。去年も10月だったわけ、うん、やばい。10月当たり、当たり月、当たり月。あと何日ある。牡蠣食べに行こうかな、生牡蠣。どうなるか。すごいね。まあまあそんな感じで、でもよかったですね、本当に、うん、無事退院できて。よかったよかった。もう 来年またあるのかな。10月に何かで当たるかな。10月、ね、うん、どうするの。何にするじゃん。救急車買おうかな。もう買おうかなって。ね、もう当たる、当たる用の救急車だから、なんだっけ、救急士を捕まえたらいいじゃないですか、うん、救急救命士。そうそうそう、いい、いい、なんだ。あれ消防士、消防士、消防士のあれですよ。消防士、消防士は嫌なの。いや勝負するから。あ、そうか、ムキムキ勝負なっちゃうから。当たらんて。当たらない。まあまあごめんね、意味が分からんけど。ムキムキ勝負しなければいいさ。そうなっちゃうからね。なるほどね、うん、よく噛むと 食中毒を予防できるらしい。よく噛むようにします。そうなんだね、初めて知った、うん、お、いい情報。まあどっちにもいいってわけですね。じゃあ食中毒にもいいし、ダイエットにもいいんだね、よく噛むことは。そうですね、頭の脳になんかそのなんかお腹いっぱいっていうのを早くい、お、送り届けるらしい。だから食中毒予防できるんだ。はい。全然違うよ。はいじゃないよ。はいじゃないの。はい、まあまあそんなことで、うん、でそのまあそういう事件起きて、その後はもう順調に、順調に体力も、うん、体力、体調も、うん、でも3日ぐらいちょっとやっぱり、うん、おかしかったけど、うん、あ、戻るまでには時間が。皆さん、ちゃんじゃに気をつけましょう。ちゃんじゃ、うん、うん、10月のちゃんじゃに気をつけて、はい、そうですね、10月の海のものに気をつけて、うん、気をつけましょう。もずくもでも当たったのかな、もずく、うん、しかない、もう、うん、あのもずくの、もずくに知り合いがいて、 もずくかなってる人がいて、あでしょ、だからモアイの、そう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 、あのの人いるでしょ、那覇さんいるでしょ、あ、那覇さん、那覇さん、そうそうそう、那覇さんが言ってたんですけどね、もずくって腐れるんですかって言ってから、うん、うん、腐れないけど、なんかちょっと常温に置いてると発酵して腐れるって、そう、腐れるんじゃんって言ってたよ。あの、うん、塩漬けされてるから売られてるのって、うんうん、多分この腐りにくい、うんうん、腐らないんだはずだけど、うんうん、戻すときに水で置いてたわけさ、あ、だからだ、で冷蔵庫に入れたんだよ、でも間に合わなかったんだと思う。あ、そういうことか。じゃあデリケートかもしれないですね、姉さん、意外と。10月はあら、10月はね、気をつけて、いろいろあったみたいで、10月じゃあこのあと R30 のコーナーは今日は何だったっけ、喧嘩、喧嘩、喧嘩の話をしたいと思いますので、そうですね、男女にまつわる喧嘩、はい、皆さん喧嘩ね、うん、必ずしたと思いますが、はい、してるとかね、
下とかね。そう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 、うん、今もう R30 に映ったんだ。あ、映ってないです。今から、ね、今回また決めてなかったので。そうそうそう、はい、だからまたなんかメッセージとかあればね、うん、はい、情報お願いします。うなぎ弁当で当たったんだ。ほら、うなぎで当たりって。あ、本当だ、大当たり。でもうなぎ弁当のあれじゃない、あの別のもので当たったとか。あ、弁当だからいろいろ入ってるんじゃない。どうなんだろう。でも沖縄だったらいっぱいごちゃごちゃ入ってるけど、うん、内地とかって うなじゅう弁当ってうなぎだけっぽくない。ああ、そっか。まあ分かんないですけどね。謎だね、うん、妄想がいっぱい膨らむけどじゃあ曲いきましょう。はい、いきましょう。あゆちゃんの曲。あゆちゃんね。オッケー。ジャスティン・ビーバーで Sorry。 どうぞ。上からも下からも映ってますよ。でもうなぎって食べてますよね、他の人たちも。そしたら、うん、うなぎじゃない、うなぎ同じもの食べてるから、うん、うなぎになんかウイルスとかがいたらなるんじゃない、うん、焼いてるから多分なれない、うん、食中毒って。腐ったもの食べたんだったらあるはずだけど、お店が腐ったもの出さないでしょ、うんうん、私が多分体調良くなかったんだはず。あのなんかね、その日によって当たったり当たらなかったりするのが。ああ、そうだよね、言ってましたよね。なんか柿とかもそう、うん、抵抗力がね。柿は持ってるんだって、このどこを置くそう。そうそう、元気ですか。そして元気ですよ。で、お楽しみに待ってたのに、すいません、忘れてて。嫁が飲みに行くってずっと言ってたんですよ、その時。いや、俺が子供見ないといけないっていうのが、子供寝かしてからね、誕生日もするっつったから行こうと思ってくる。全然起きれんかった。よいしょ。ナーミンさん来てますね。ナーミンさんってあのナーミンさんでしょ。ナーミンさん、お菓子とお料理って書いてある。あのほら、うん、前まで来てたナーミンさんじゃない。だからね、うん、ナーミンさん画像が変わってる。変わってるよね。そうそうそう、あの自分の画像じゃなかったですか前は。あれマーミーさん。あ、マーミーさん、こんにちは。あのナーミンです。ほらほら、来てました、お久しぶりです。おお久しぶりです。今日は喧嘩です、テーマ喧嘩。喧嘩テーマ、この後のコーナー喧嘩です。アナルティの喧嘩ってまたなんかすごい、取っ組み合いの喧嘩したことあります。取っ組み合いの喧嘩。いやいや、あ、一方的に叩かれたのはあるよ。え、その人が。あ、あ、でもこっちは殴れないから、うん、それも卑怯だよね、女性ってさ。いや、でもいいんじゃない。え、だって女性もさ、殴ってるからそれもダメじゃん。でも顔とかじゃないか、こんなやってバーッバーッじゃないから。まあまあまあね。可愛くこう。可愛いやつ、うん。バカバカバカみたいな。嫌いな、嫌いなやつ。姉さんもフィンタとかめっちゃうまそうだね。いやいや、手出さないですよ。ほんと、こんなのからする。手出さない、部屋。全然あゆも手出さない、全然、うん、弟とは喧嘩したことある、特命の反抗期時代にね。あ、じゃあいきますか。お届けした曲はジャスティン・ビーバーで Sorry でした。なんか痛いね、やっぱりこれね、うん、これ AM 小材より上等だから、なんか締まりがいい。そうそう、締まりがいいね、締まりがいい。まあね、確かに全部そうだね、締まりはいいわ。そうだよね、いろいろと全部そうだね。あ、全部そうだね、締まらないとね。締まらないとね、ある意味いろんなところね。時はノロウイルスが寄生してますが、綺麗な海域ではいませんよ。お、そうそうそう、ノロウイルスとかね、っていうあれは聞くけど。怖、ノロウイルスで亡くなる人とかもいますもんね、うん、怖いですよ。喧嘩。
何なんだろう、翔平何なんだろうってこの間も連絡したんだけど、泣いちってるのかな、うん、じゃあ喧嘩はあれ一般の喧嘩もいいの子になった、うん、男女の喧嘩でしょ、男女の喧嘩ね、大人の喧嘩なんて先に行くわけ、先に行く、うん、とかそれはエッチな意味それで喧嘩するのしない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 、喧嘩喧嘩にならないの、ちょっと自分からなんか酔っ払ったら分からんけど、酔っ払ったらなんか一人で行って一人で寝るみたいよ、なんで何を言ってるか分からんから無視してるいいさいいさね、無視できてるからね、うん、それでまたなんか言ってくる人だったらめんどくさいじゃないですか、そう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 、合ってるんですよ、ラブ R30。 さあこのコーナーは平均年齢30歳の私たちがちょっぴりアダルティーに男女の恋愛観について毎週テーマを決めてラブを語るコーナーです。今日のテーマは喧嘩、リスナーの皆様ラブあラブについてもお聞かせくださいということで、はい、喧嘩喧嘩、うん、大人の喧嘩で、ね、そうそうそう、あとは男女とかね、そうね、男女とかお付き合いとか、うん、まあ夫婦とかね、そういうどんな時に喧嘩するかとか、うん、あとこんな喧嘩したぜみたいな喧嘩の仕方とかもね、うんうんうん、ありますからね、うん、そうそうそう、こう男女でだいぶあれが違うんですよね、うん、男女で違いますね、まあ過去最高のやつって言ったら私洋服全部破られました、破られないでしょ破られたの、スケベーどんな、どんな遊び、ある意味 ね、 いや、どんな、ある意味プレイだったの、プレイだよね、じゃないよ、じゃない、ガチなやつです、どんなって、あ、オラーっつってこと、その日の昼にデートで行って洋服、服を買ってもらったんです、うんうんうん、この彼氏、当時お付き合いしている彼氏にね、うん、で、その夜にその服を着てちょっとミニスカート系のやつだったんですよ、うんうん、でその夜に、まあ、同級生の飲み会があってその服を着て行ったんです、うんうん、で彼は別の飲み会行ってて、うん、帰ってきてお二人帰ってきたじゃないですか、うん、なんでその服着てれば始まったんですよ、えでも彼が買ったんでしょ、そう買って、うん、なんでその服着てるのってなって、うんうん、同級生とか男いっぱいいるのになんか足とか見せたいパーカーみたいな、怖いなって、うん、それで脱げみたいな、今すぐ脱げみたいになって、うん、なんでみたいな、うん、買ってもらってなんで普通に履くための洋服じゃないのみたいな感じになってから、うんうん、もう普通に匿名で、うん、抜け抜け抜けが始まって、怖い、もう破られました、へー、恐ろしいね、すぐ仲直りしたんでしょ、またしてしすぐ仲直りして、その後覚えてない、あ、もうすぐね、すぐもうすぐ部屋に行ってこれ喧嘩じゃない、これプレイだね、プレイですね、プレイだったのかな、そういうのが好きだったのかな破られた後は仲直りしたの、したかな、分からんけどさなんかあります、ほら破られた後が気になったってよ、ナミさん、すぐ部屋に行って、どうしたんですか、破られた後、破られた後、うん、普通にパジャマに着替えて眠なんかったかな、部屋だけで眠ってるよ何もないですよ、そうですか、うん、あの僕は、うん、大体無視されることが多いんですよ、うんうんうん、喧嘩してあっちが機嫌悪くなるじゃないですか、うん、そしたらもう大体無視ですね、うん、あ、相手が、相手が、あ、でも無視っていいじゃないね、うん、いやいや無視って結構嫌よでも突っかかってこられるより私無視されるタイプなんですよ、私も、あ、無視嫌じゃないですか、無視っていうか、うん、読んでも、うん、なんか聞こえてないっていうかいや、それが無視って言うんですよ、そう、だからもう慣れた、へえ、だからそれだとこう楽しくならないじゃないですか、うん、もうこの1日彼女来て、うん、あ、そうだね、そうそうそう、早く仲直りしたいのに、したいのに、うんうんうん、もうずっと無視して、なんで来るのかな、じゃあ
え、あの来てから喧嘩になるんです。来て早々ありますよね。ね、なんか男性ってすぐあの仲直りにポンってなんか違う話にすぐ持ち込めるじゃないですか。持ち込める。私も持ち込むタイプ。持ち込めるじゃないですか。うんうん、でも女性って大抵みんなあの分かってもらうまで言いますよね。言う人多くないですか。だから言ったらまだ言うわけ。言い訳もできるさ。いやいや、こんなだったかこんなだったんだよって言えるさ。そうそうそう、うん、もうずっと無視ですよ。ああ、そうなんだ。うん、言ってほしいんだ逆に気持ちを。言ってほしい、言ってほしい。あー、その時点でじゃあ喧嘩にはならないんだね。行った時点で重ね合いの喧嘩みたいな。ああ、どんなかな、場合によるんじゃないですか。あはは。はでも大体ならないっすね。ならない。うん、うーん、まあ、どっちかがね、どっちかが折れないとダメですね、喧嘩はね。そう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 、もういつまでたっても仲良くできないしね。うん、違うよ、もうチューすれば終わるのよ喧嘩なんて。あ、素敵、名言出ました。いやいや、怒ってる時チューされたら余計あるでしょ。そんなってなるでしょ。チュー多分ならないはず。うん、本当、うん、ていうか、チュース全て忘れるみたいな。チューでじゃないけど、うん、なんか過去を振り返ってみても、うん、喧嘩して引きずらないはず、こ私の方が、うん、バーって言うんだけど、違う、バーってなるわけ、うん、なることもある、なる時もあったわけさ、うん、この、うん、まあ、2,3 ヶ月に1回爆発するというか、うんうんうん、でなってもうすぐ切り替えて、ご飯何食べる、何が食べたいとかすぐ聞くから、あ、全然それがいいですね。ね、うん、だからこれ姉さんがサバサバしてるからじゃん、うん、普通のね、うん、女の子は違うでしょ。え、普通のどういうことですか。言わないとってこそ、私も言わないな、言わない、もう大人だからと思って抑えて、言わない言わない言わないが続いて、まあ姉さんみたいに 2,3 ヶ月後にバー爆発1回するみたいな。ああ、あ、でも切り替えます、あ、もう終わり、お、終わりみたいな。あ、そうなんだ、はい、もう喧嘩、いい、お、終わりって言って、お、終わり、うん、お、終わりじゃあ、いいな、何、お、終わり、お、終わり、それ似てるやつだ、社長に今真似したんですか、私の今。終わり絶対手がこんなになってる、手がなるね、私いつもこんな絵頭になるんですよチェケ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 でね。だからさ、うん、チューされて、うん、オッケー、オッケー、喧嘩中に、うん、オッケー、オッケーなんだ、うん、そのままも倒してもらいたい。あ、じゃあどうせなら最後まで、うん、どうせなら。やってます。それいいんじゃない、やってみたら次山さん。いやでもうちの嫁は多分ね、はぁってなるんですよ。そうだ、うん、でもいやいや違う、はぁとかなると脇腹つつけばいいのよ無視できないからもう絶対できないよね、うん、やらないでってなるからはい、怒るのやめないともうこっちこっちするよってから。ああ、そんな雰囲気はないな。じゃこんな雰囲気に持っていけば無理やり一人でも、ね、ちょっとやってみようか、うん、やってみてください、無理やり中っていう ね。姉さんなんか喧嘩エピソードあるんですか。いっぱいありそうだけど、うん、でもさ、うん、でも面白い喧嘩はないかな。いいですよ普通で、面白い喧嘩面白くなくても普通の。あ、まあ夜遅くなって、うん、まあ、まあ朝方だよね、うん、帰った時にチェーンされてて、なんか逆パターンは聞いたことあるけど、そうそうそうベラ、あの玄関からベランダクーって渡って、開いてるの分かるから、この台所の勝手口、うん、入って、うん、まあ切れながら入っていって、うん、怒ってから怒ってるからもう何もあっちも言えなくて、うん、まあ喧嘩した。でもチェーン締められたの、締められたけど、さすがにこの女やばいと思ったんじゃない、うん、あ、切り方が、次からはもう締められてないあれ酔っ払ってからできたんだけど、どんな人自分行ったのかなって。怖いよね、あれ落ちたら危ないよ、分かるでしょ自分なんか、おうちの、うんうんうん、落ちたらもう多分もう即死。そんな、やばいね、やばい ね。喧嘩あれはある、あ、そうだそうだそうだ、うん、そうあったあった、喧嘩なんだけど、うん、この出勤のこの Y 氏の会社で働いてて前は、はいはいはい、で出勤する日が、うん、決まってるんですよ、何日何日と何日何日とって、うん、決めてる日
を交代してるの忘れてて、うん、出勤忘れてて休みと思ったわけ、うん、したら Y 氏がいや仕事にも来ないとか言うから、うん、は休みだしだから、うん、はバカじゃないかとかって言ってくるから、うん、何がバカって言ってからこれで、うん、えこんな人仕事やってるのに休みの日ぐらい休ませばいいなんとかなんとかってなってて、うん、もう超大喧嘩になってそこで、うん、そこで、うん、なっててしたらいいよもうお前の嫁辞めるって言ったわけすごいもう大喧嘩になってやめるとか、うん、お前の嫁辞めるまで言って、うん、してカレンダー見たら今日不正出勤みたいな、うん、どうしたの強く言っちゃったみたいなごめんなさいって謝ったえらいそうですか流されて終わりあの出て行ったことはないの出て行ったことってあ喧嘩し て喧嘩してお家出ていくってから、うん、ない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 んだ出て行く出て行けって言われたか出て行ったことはあるけどあ、うん、出て行けって言わない怒ってからもう出て行くない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 出て行けって言われても、うん、私が機嫌が良かったら、うん、なんで出て行かないといけない絶対出て行かないしとか自分言うタイプなんですよああいやでもみたいなしたらあっちは無視してくれるから、うん、こいつに何言ってもダメだみたいな笑いそうだけどねそうそうそうだから喧嘩って言っても、うんなんかそんな本当にまともにプンプン自分が怒ってか出て行ったり無視したりする喧嘩ってしたことないはず、うん、いいねいい、うん、出て行けって言われるよでも出て行けって言っても出て行かない笑いで返されたらもうこっちも笑ってからもう怒りがなくなるさ笑わないからあっちは、うん、Y 氏笑わない Y 氏だから Y 氏だから他の人だったら笑ってる笑うよ普通だったら、うん、そうだね出ていたことない、あゆかちゃん私は出て、あゆかちゃん冷ますために出る、あゆちゃん自分で出て、あの町内一周ぐらい走ってから、うん、家に帰ってくるやばいでしょ、どんな人走る裸足でも裸足で危険だよね死に早いからね、ちょこの時の私、死に早いって言われる怖い死に早いって誰も追いつけないって、うん、だからそうなんだもうさっさっともうさっさっと死に走ってからと30分ぐらいしたらお家戻ってきて、うん、ただいまっつって普通になんかお風呂入ったりとかしてるプンプンはしてないんだプンプンはしないもう自分の中で走ってあれ保ってる裸足で走るわけ裸足で私も走ろう明日から昨日走りに行ったんです久々に、うん、はいはい怒ったの裸足じゃなかったけど裸足じゃなかったけど怒ってから怒ってから怒ってないけどすぐ あっちからテレ屋から出て、うん、お家から出て、うん、ずっとまっすぐ束まで、うん、分かんないあとじゃあ走ったの1キロぐらい束まであとは歩いたんだけどうそうそうそうちょっと車取りに行かないといけなくてうん結構な距離だねあっちあの平側の交差点って言えばいいのかなあのローソンがある交差点分かる分かるあっちまでうん結構だねうんでも意外とすぐだったうん大丈夫でした暗かったから夜だったか暗かったかちょっと怖かったんだけどあ、ね、あそう夜は危ない誰も襲わないっていうねいや襲われたら大変なことになりますよ、うん、やめといてくださいねやめといてくださいって言ったはいまあ、こんな感じで僕はね、うん、もう嫁がもうバッて出て行った時が2回ぐらいありましたからあでももう追いかけないでしょ、うん、出るって荷物も持ってってからうんあの実家帰るさねそのまま出るわけ、うん、子供連れてからに、ねうん、して俺が昼間仕事してる間に荷物とか取りに来てた、うん、あまあちょっとガチな喧嘩のやつですねガチな喧嘩だ ね、うん、1週間行かないぐらいずっともう怒って電話にも出ないし、うん、そんな感じあどうしようもないよねどうしようもないねそうだった場合あそう注文できんさそばにいないいないからね、うん、だってしかもまあ向こうの親にも悪いしね結果しちゃってるからね変なだしね、うんまあ、無理に、まあ、なんか無理やり行けないっていうね家にはねそうどうしようもないですよねそう一つ聞きたいのが、うん、まあなんていうんですか仲直りのきっかけ自分では納得いってないのに、うん、納得いってないのにでも仲直りしたい時ってどうします、うん、納得いってないの仲直りしたいあもうこの謝りますよこのことに関してでも向こうも別に分かってはなくてみたいな一人で勝手に怒ってて納得いってなくてみたいな、あでも言います何が何を怒ってるのって言います、うん
怒ってるっていうことも分かってなかったらどうします？俺が、うん、もし相手がです、私が怒ってるってこと分かってない、うん、でもこの気持ちは言いたいけど向こうは分かってない、でも、まあ、喧嘩したくないからそのことは言いたくない、うん、あ、じゃあ自分がイライラしてるわけ、うん、そうそう、自分でイライラしてる。何も自分で解消するしかない。解消するしかない。解消ってか、まあ、仲直りの方法、自分のイライラを収める。喧嘩にならないんじゃん、まあ、さ、喧嘩してないんだよ。してないんでしょ。してない、してない。だから、うん、これは自分の感情、うん、また真面目な話や、ま、なんでいいさこれは自分の感情だし、うん、それは相手は分からないわけでしょ。だから分からないんだったら相手は悪くないさ、うん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 、自分が怒ってるだけじゃ、相手の行動か何かに、うん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 、でもそれって自分のわがままさ、うんうんうん、だって相手が思う通りに動くわけないさ自分の、うん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 、だから相手に対して自分が思った通りにいかなくても、うんうん、それに対して嫌って思っても怒らないようにした方が早いって思う、うん、あー、そういうことね、うん、そう、勇気はないんですよ。でも仲直り、仲直りもそうじゃないんですけど、仲直りじゃなくてイライラを解消したい、うん、じゃなくてなんていうんですか、いい、またいい感じになりたいですけど、チューして、チュー、あ、チューだね、チューだね、チューして、チューだね、チューしようじゃん、ねえ、うん、本当よね、違う、嫌いじゃないし、うん、なんか本当に仲直りしたいんだったら男でも、うん、でもチューして、チューしようね、じゃん、じゃあです、じゃあって、ね、別にその後まで流れでやればいいと思いますよ、うん、じゃあ最後まで、最後までね。だから俺最近思うのが、まあ、最近というか前からちらっと思ってたのが、うん、そういう行為があるじゃないですか、それは仲直りにも使えるし、うん、このなんで仲直りに使えるかっつったら、うん、こう確かめ合えるわけじゃないですか、うん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 、何を、何の話今、喧嘩するとって仲直りはってことですか。違います、その中の延長線上の話、エッチな話、うんうん、あ、仲直り、そうそうそう、仲直りの方法に使えるってことは、うん、それを、それはただ単に気持ちいいとかではなく、うん、この心のつながりを確かめられるから大事だなっていう、うんうん、エロいじゃあでもさ、私こ、まあ、まあね、今男女のほど喧嘩ってあるさ、うんうん、いろんな感情があって、うん、だから今みたいに、うん、要はこっちは怒ってて相手は怒ってるの知らない、うん、でも、うん、それってもう知らないことさ、うんうん、でも仲直りする方法は、うん、一緒に眠るんだったら、うん、腕まくらしてもらえばいいなのよいいなのよ、引っ張ってから引っ張ってからなでもそんなのも嫌でも、うん、でもこれをイライラして怒ってる本人がやると、うん、逆に怒らなくなると思うよ。言ってね、もうイライラする、もうムカつく、ムカつく、ムカつくって思いながらも、うん、腕まくらして自分で引っ張ってこんな人 やったら、うん、なんかこういう気持ちって面白い感じになる、そう、分からんけど多分、うんうんうん、ちょっとそういう時になった時やってみて、やってみます、うん、チューッと腕まくらね、セットやってみて、うん、ぜひぜひ。オッケー、わかりました。でも俺だったら多分言うはず。相手に？うん。怒ってること？でも怒っても多分しょうもないこと。うん。そうそう。ちっちゃいことさ、大体そんなって。ちっちゃいことみんなね。だから。積み重ねるんだよね。うん、だから多分直してほしいことでもあったりするじゃないですか。そうそうそう。こんなので喧嘩したことないわけよ。ああ。直してほしい。直らんの分かってるから。ああ。もうだって、はいはいはい。だから言われたことがずっと溜まって、うん、言われ続けて。うん、なんかいろいろ、もうご飯のことない、なんとかなり、ご飯のことなんとかなり、もう味が薄いだろ、どんどんこの、たまにたまってから、うん、食べるなって食べるなってあーって言って、うん、何食べるって聞くわけ、うん、ねえ、なんでもええって言うから、うん、またつくとまた言われるわけ、また今度つぶかすに、なるほど、相手の、じゃあ姉さんは相手のこのリアクションだね、喧嘩はね、またね、自分がそういうつもりなくてもね、言ったことで相手が怒る時もあるさね、うん、まあ、そういう時はごめんねっては思うけど、うん、そういうつもりじゃなかったっては言うけど、うん、基本的に誰かとっていうか、この彼氏とか旦那とかと喧嘩したくて、うん、物を発することはあんまないかな、まあね、ない、みんなそうですもんね、傷つけたくないですもんね、そうそう、大切な人ですからね、ただだから、うん、さっき言ったのは多分あれじゃない、うん、そのなんていうの、相手直してほしいというよりは、うん、こんなことをされたら嫌だよっていうのも多少は分かってっていうことでもあるわけでしょ、あなたが無意識にやってるこのことはちょっと嫌な気分になるよっていう、うんうん、そうだね、それは伝えた方がいいんじゃない、うん、どうですか、
そうですね、それは飲んだペットボトルを台所にずっと食べていくのはやめてほしいとか。そうそうそう、思うよ。こんぐらいやればいいのにって思ってたけど、自分がやった方が早いみたいな。それはね、家のことはそうだね。一行ったらもう帰ってくるから、もうやった方が早いみたいな、はい、自分が動いた方が早いみたいな。そうなんだ。いつも私ばっかりお風呂掃除してからやってからだ。私しかやらないんだのに。お風呂ばっかりところじゃない。本当にすごいね。うちはもうデジバレますけどね。やってるんですか。やってますよ。言われるしやるんだ。言われるからやる。ああ、偉い。もう最近は言われない前からやります。どうせ言われるから。えらいねって言われる。ちゃんとお利口だねってから、うん、全然言われない。言われない。言われないです。え、なんで夫婦なのに。夫婦なのに。まあ喧嘩のじゃ解決法は、うん、中と腕枕。腕枕中すればいいのよ、うん、これ男も男も中。もう一回、うん、ラジオですからね。見えないからいいのよ。見えないからいいのよ。見えないからいいのよ。はい。はい。はい、閉まりました。閉まりました。中で収めて。中で収めましたね。はい。じゃあ曲いきましょうか、姉さん。はい。姉さんの曲。ああ、お願いします。Used to be my girl、ブライアン・マックナイト。でしょ。ドイツ人物かと思う話で。でしょ。まあどっちかじゃない、あの尻に敷かれてるタイプかとか、なんかカカアデンカか天使関白かとかいろいろあるじゃないですか、夫婦によっても、うん、うちはもう耳くじ言いますよ、本当に耳くじ、うん、すごいよ、細かいところ、これ消してます、大丈夫です、ここ、はい、これは大丈夫。すごいよ、耳くじなんだ。どの、例えば靴下とか抜きっぱなしとか。いや、脱ぎっぱなしはそれは脱ぎっぱなしにする方が悪いさ、うん、じゃなくて布団に靴下で入らないでとか。え、なんで別にシーツ洗うからいいじゃん、うんうん、だから脱いでみたいな、あそんなのとか細かく言えば。そうなんだ。そうそうそう、ちょっときつつくね。きつつくでしょ。きつつくね。それきつつくね。それはきつつく。ちょっと傷つく。ちょっと傷つくな、それちょっと。そうなんだ。そんな感じ。そうなんだ。そうなの、黄色い顔の人さ。そうなの、黄色い顔の人さ。どういう興奮を抑えるって違う興奮になるんじゃん。チンパンチーは興奮して喧嘩、なんか興奮したら個性つけて興奮を抑えるんだって。すごいね、人も一緒かもって。ピグミーって、ピグミーって、あのピグミー、ピグミーちっちゃいやつでしょ。ピグミーマンモー、マンモーみたいな。マンモー、ゲームのじゃない、チンパンジー、うん、チンパンジー、動物。俺もそれ言われたってよ。これね、言われるんだ、うん、別にそれで喧嘩ならないからいいんじゃないですか。言うこと聞いてるんですよね。いや、なんでやに言われないといけないから始まったら、まあ、これから喧嘩なるじゃん。あ、喧嘩にはならないわけ。もう最初の頃はチラッとなってたけど、うん、でももうこっちが抑えて、あ、もういいやってなるから、うん、でもそれを積み重ねですよ、姉さん言うように、うん、積み重ねて、じゃあいつ爆発するかっていうことでしょう、うん。じゃあエンディングいきますよ。はい。さあ、お送りしているのはブライアン・マックナイト、 Used to be my girl です。はい。そのままもうお時間となりましたね。はい、なりましたね。早い。どうでしたか、ね、今日は、ね、ですね、うん、今日久しぶりのラジオ。もう来週頑張る。来週頑張る。いや、今週も頑張ってます。来週ももうちょっと密な感じで。そうですね。はい。アダルティーに喋りたいと思いますよ。ね、いっぱいネタはあるんだよ。いっぱいネタがね。ネタは尽きないので。尽きないですね。はい。はい、飲みにも行きたいですけども。3人で、ね、すっぽかしよったな。すいません。山内さんがすっぽかしてね。ね。うん、すっぽかしよったな。また計画してね。行きましょう。はい。ぜひぜひ。はい。はい。じゃあ、
ブリッジ。この番組は宜野湾市普天間ヒルズ通りであるセレクトショップセブンブリッジ、北谷町美浜スポーツストレッチングスペシャリティ 3S 沖縄店、総合建設業株式会社上新組の提供でお送りいたしました。はい、コメントをちょっと最後紹介していいですか。ナミンさん、勉強になりましたということですね。おいいですね。何がかな。中が、中がチンパンジーの話じゃないですか。じゃあチンパンジーの話、勉強、チンパンジーの話しときましょうね。ナミさん、チンパンジーの話ですよね。ボノボ過去ピグミーチンパンジーは、いさかいがあるとオスメスに関わらず性器をこすり合わせて興奮を抑えるから人も一緒かもということですね。いい情報だね。いい情報ですね。はい、いい情報だ。まあこんなやつ、ね、読むんだって。まあまあまあ、あれです本当に、うん、中で終わってください、うん、喧嘩すれば中すればいいね。はい、でも喧嘩プレイ本当にあるらしいですからね。何のプレイですか。わざと喧嘩するの。そうそうそう、わざとふっかけて喧嘩して、うん、喧嘩した後はやっぱりそういうことになるから、うんうん、あ、興奮するんだ。興奮するらしいですよ。やだ。じゃあ今夜は喧嘩プレイということで。はい、お相手はあゆと山内と姉さんでした。バイバイ、お疲れ様です。また来週。ちょうどいいあれでしたね。バイバイ。 R30 の終わりが、あ、バイバイか。バイバイ。終了。ありがとうございました。コメントありがとう。それと楽しいですね。思ってなかったけど、あれ忘れててから、免許証忘れててからで、あれのヤードに通ったわけさ。あ、運転しないかったってこと。あ、次あ、そうだ、次。あ、そうそう。